いいぞ、この調子だ。犯人のこと知ってるかもよ。仕事の邪魔にならないか。ちょっと聞くくらい目が出ない。なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。キュアちゃんと飲みてー。かわいい美人。ティファちゃん狙いでマリンちゃんと仲良くなって怖い親父がついてるぞ。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。お帰り。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。よしよしよし。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリー、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して年々しような。ああ。てめえ、バレット、マリンに何しやがった。知らない人とは喋っちゃダメって。え、偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。マリンをビビらせんなよ。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな、これは仕事だ。うん、分かった。シンラを憎む気持ちもわかる。うん。もしかして一人になりたい？
レットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた八番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあスラムへの、あれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望層、部屋は2階ね。この201号室が私の部屋でも、大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。ティファの部屋だ。今はその時じゃない。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから、気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったからないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ、
おや、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。自警団が見回り強協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつだ。ウェッジの言ってた。でけえ剣だな。危険。ゲート不具合によりモンスター多数滞留中。この先に用はない。戻るか。怪我したくなけりゃ近づくんじゃねえ。でけえ剣だな。協力者を選定中。どう影響するか考えてみた。お遊び気分でうろつくなよ。ジロジロ見るんじゃない。ビッグス、早く戻ってこねえかな。悪いことしたら容赦しないわ。子供たちに憧れだって言われるのよ。協力者を選定中。ウェッジの言ってたやつだ。でけえ剣だな。何売るんだ？よ。経験だな。何を言うんだ？